本社高徳エクスプレス路線バス貸切バス大川、自動車株式会社は、香川県佐野木市のバス事業者である。大川バスの愛称で親しまれている。香川県の旧大川郡を中心とした倒産地域を、主な営業エリアとして、路線バス、貸切バスを運行しているほか、高松徳島間で高速バス、高徳エクスプレスを運行している。なお、貸切バス部門は、 大阪府大東市に営業所を置いている。また、東北、北海道方面の農業関係者を四国旅行に誘致する目的で本社勤務だった社員の配偶者実家である秋田県片上市に案内書を開設している。2009年3月31日、経営不振に陥った琴平三宮電鉄のバス事業部が分離独立したこと3バスの全株式を取得し、 子会社化した。この買収はこと3バスの路線が県外資本に渡るのを防ぐという意味合いもある。この他、持分法的用会者である四国高速バス運行路線の予約、発見も行っている。詳細は、同社の項目を参照のこと。佐野岸、コミュニティバス、編集大川バス本社前バス停。大川バス本社内にある佐野岸からの受託運行。 一部路線は運行開始の前日まで大川バス直営で運行されていた区間を含んでいる。いずれも大川バスの回数券は利用できず専用の回数券が発売されている。2009年10月1日より利用者が少なくなりさぬき市の負担が大きくなったことから市戸田和線を除く全路線で休日は運休することになった。2012年4月1日より シドタワ線の休日運賃が500円に値上げとなった。ただし中学生以下は200円、同伴者のいる小学校就学前の子供は無料である。三木町コミュニティバス、編集、三木町コミュニティバスを参照三木町コミュニティバス、北田郡三木町からの受託運行芸術祭臨時バス、編集瀬と内国際芸術祭会,会期中に臨時に、 運行回帰中の7月19日から10月31日までの運行月曜日運休なお島宮浦高知中美術館つつじ相南寺宮浦高大人100円子供50円車種は日のレインボー HR ノンステップバス1日8便運行だったが8月21日から宮浦高知中美術館往復便を5便増便しているこのか会期中には 豊島でも、同社のノンステップバスが無料で運行されていた。夏回帰中及び秋回帰中に運行運行区間、運賃、バスの車種は2010年と同じ1日11便運行高徳特急バス2013年導入の高徳エクスプレス用車両。ありがとうございます。